よく見ると運転手さんはマスコンに手を当てていません。鉄道新聞編集長です。終電が終わった浜松駅に来ました。今日はですね、これから東海道新幹線の自動運転のテスト列車に乗ってみたいと思います。試験に使う新幹線 N700S が入ってきました。この車両 J0 という普段お客さんを乗せない試験に使っている N700S です。全部カーテン閉まってますね。さあ、いよいよ試験車両の中に入っていきます。さあ、指定された席に座ってみようと思います。すごい、前面にモニターが今日はついています。リアルタイムで運転室の様子が分かるようになっています。液晶は試運転602号、静岡行きと表示されています。別に運転手さんがいなくなるというわけではなくて、運転手さんはこのように運転席に乗っています。運転手さんがボタンを押して発車して、そして自動で速度を調整しながら走って、駅には自動で停止するというのが今回の東海道新幹線の自動運転のシステムになっています。ブレーキを緩めました。遅刻になりましたので、ボタンを押して出発しました。ボタンを押しました。出発しました。このように運転手はマスコンから手を離して自動で運転を開始します。乗ってるともう普通に走ってるように感じるんですが、よく見ると運転手さんはマスコンに手を当てていません。今、掛川駅を通過しています。急な徐行の設定がかかっています。臨時の徐行の設定がありました。これを受けて、この自動運転システムは今変わりましたね。自動運転システムは定刻に取り戻すように約 0.1 秒ごとに自動で計算しているということです。仕事上、東海道新幹線はもう数えきれないぐらい普段から乗ってますが、この自動運転の新幹線も乗り心地は本当に運転手さんが運転しているような全く同じ感じの乗り心地です。今最後まで自動で列車が停止しようとしています。今、試験列車は静岡駅に到着しました。はい、今から停止位置の測定が始まります。と出っ張ってる点があるんですね。ここで測っているようです。誤差は 0.9 センチでした。誤差は 0.9 センチということでした。さあ、まもなく終点の浜松に到着します。もちろん運転手さんは手を触れず自動でスピードを落としています。いや、それにしてもなんか不思議な風景ですね。実際乗ってるわけですけども、東海道新幹線はいつも通りスピードを上げたりスピードを下げたり、しています。はい、今浜松駅に到着しました。いやーね、もう乗り心地に関してはもうほとんどもう通常の東海道新幹線と変わらないですね。で、映像を見て、あ、運転手さんが運転してないんだっていうのを気づかされて、逆に不思議な感じでした。いや、今日は貴重な体験をさせてもらいました。この自動運転は2028年より順次スタート予定とのことです。動画の感想などぜひコメントで教えてください。動画を見てくださってありがとうございました。